こんにちは。今日は1ヶ月以上ぶりの動画です。で、さっき撮ろうとしたら冷房の音がすごい大きくて、だから今冷房切ってるんですよ。なんかめちゃくちゃ暑いんですけど、話していきたいと思います。で、そうね、何を話すのかっていうと、この1ヶ月で、めちゃくちゃ大きい気づきがあったんですね。そうで、毎回言ってるんですけど、大きい気づきとか、意識が変わったっていうのを毎回言ってるんですけど、特に空間意識の探求が始まってから、一つ一つ私自身のその体感と気づきで、意識が変わってきたんですね。そうで、これまでは、出来事としてはもうびっくりするような、今まだお掃除中だからちょっとうるさい。そう、びっくりするような、すごい衝撃的な出来事が、起きたりもしてたんだけど、でもまだ分かる範囲だったんですよ。そうで、その分かるっていうのは、なんとなくうっすら見えてるというか、起きた後で、でもなんとなく分かってたって。で、頭で理解できる範囲だった。そのギリギリのところだったですよ。そうで、今回その1ヶ月ちょっと前、そうで、今回の気づきっていうのは、その1ヶ月ちょっと前に、形を使う意識、形を使うっていう意思で、あることを私がやりましたよね。やったんですよ。そうで、そしたらその結果、ってことが起きた。
そうで、その、えってことは、何かすごい、その大きいこと、なんかさっき言ったみたいな、すごい衝撃的なことが起きたわけじゃないんだけど、そう、なくて、で、ただ気づいたら全然違う場所にいたですよ。そう。で、それがじゃどういうことかっていうと、5次元の世界、そう、なんか何もしてない。で、気づいたら、5次元の世界にいた。今日はそういう動画です。で、でも、そりゃそうなんですよ。だって形を使うんだから。で、空間意識で使うんだから。それは5次元なんですよね。そう。だから これ できない。この無限の、この無限の形のね、無限の創造 思い出してほしいんですけど、で、それはスピリットが、目に見えないスピリットが人間の体、人間としての体や、なんか目に見える形として、使うってこと。その形にとらわれるんじゃなくて、使うっていうことなんですよ。そう。で、それは、これ、マジシャンなんですよ。ここにありますね。マジシャンなんですよ。そう。で、一番ね。
それが、で、そこまで気づいてはいたですよ。でもそれがじゃあどういうことなのか、っていうのを私はまだよく分かってなかった。が、実際にそれをやるってなった時、それはどういうことなんだ。で、だけどその、っていうことが起きて気づいたんですよ。でも、もしかしてこれが鍵だったじゃないかって。その「っていうことが起きて、まあ、最初は何が起きたか分かんない感じ、分かんなかったんだけど、そうだけど、気づいたらその5次元の場所にいて、そこで、これが鍵だったのかって。で、その鍵、何なのか。それを一言で言うと、受け入れる。受け入れる。汗が。この言葉、普通に言いますよね、多くの人が。もう、ものすごいたくさん聞いてきたし、で、私自身もそうで、それをやってきたつもりだったんですよ。特にこのここ数年、その受け入れるってことを。でも、その出来事っていうか、受け入れるっていうことが起きたんだけど、その時に、これまではつもりだったんだなって、受け入れてるつもりだったってことが分かった。で、じゃあ今私が感じてる、その受け入れるってどういうことなのかっていうことを、この先話していく。そう、
話したいんですよ。で、それが鍵なんですよ。そう。なんだけど、ただこの感覚っていうのが本当にめちゃくちゃこう深くて、微細な感覚で、なんか伝えようって、ちょっとでも力が入ると消えちゃうですよ。そう。だから、そう。だから今日この動画を撮るまでも、ちょっと時間がかかったりしたんだけど、ここからぼちぼち、やっていきます。そう、話していきます。そうで、なんか今日は触りのところ、なんですけど、でね、要は何かっていうと、これは空間意識なんですよ。そう。で、この受け入れるのは空間なんですよ。この空間っていうのは目に見えると目に見えないの間ですよね。この空間意識っていうのは。で、その空間で受け入れるっていうことがどういうことなのか、それがつまり鍵なんですよ。5次元の扉の鍵。で、空間意識っていうのはまずその空間に気づくっていうのがあって、で、空間を感じるっていうのがあって、で、そこから渡す。渡すっていうのがあるんだけど、で、もちろんまあ、これまでも話してきたけど、で、その全てが鍵だったんですよ。なんだけど、その上で、この受け入れるっていうのは
アリスがね、不思議の国のアリスが穴に落っこちて、夢の中でね、穴に落っこちて、で、その後なんかウサギを追っかけてったわけじゃないですか。で、落ちて、で、その落ちたとこに確かこう扉があって、で、それを開けてって、で、そしたらまた扉があってっていうのを、開けてって開けてってっていうのをやってたような記憶があるんですけど、ちょっと、そう、違ったらごめんなさいなんだけど、確かそれで開けてって開けてって、で、その最後にある扉、そう、で、それがなんかおじさんみたいなやつで、で、その扉、そう、で、この鍵穴のとこから見たらウサギがてってってって走ってるのが見えた。なんか多分そんな話だったと思うんだけど、なんかその向こう、扉の向こうが5次元、その扉の鍵、そう、これが、まあ、受け入れるっていうこと。で、だから受け入れるっていうことなしには、使うっていうことができないかったんですよ。できないんですよ、おそらく。あ、この受け入れるっていうこと、つまり空間で受け入れるっていうことについて、ぼちぼち話していきます。じゃあ今日はこれで終わります。なんか本当にね、変な感覚なんですよ。不思議な感覚なんですよ、今話してても。そう、今日はこれで終わります。じゃあね。